こんにちは。今日はバスケットバッグのちょっと模様編みを変えたバッグを編んでみているのでご紹介します。はい、こちらですね。バスケットバッグの編み方は前に上げた動画で、詳しく編み方を説明しているのでここではもう説明はしないのですが、ベージュっていうのかなと黒でツートンのシンプルな模様編みをね入れないバッグを編みました。使った糸はエコアンダリアの浜中エコアンダリアのこれは色番30番の黒い糸とこちらは色番が169番のちょっとだけくすんだような暗めのベージュのエコアンダリアを使っています。はい、ざっと説明するとこちらすべ、取っ手以外は持ち手取っ手じゃないな持ち手以外は全て2本取りで編んでいます。最初はこちらの色番169のエコアンダリアを2本取りして8号で編み始めています。作り目は前の動画で説明した通り30目スタートの、遮光しない楕円の編み方を編んで、で前回はこ、底を編んで4段細編みを編んでから模様編みを編んで編んだバッグにしたんですが、今回はちょっとシンプルに2色を使ったので編み方はシンプルにしました。底のが7段の1、3、4、5、6、7楕円を7段で楕円を仕上げてからそこから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12段細編みを編んだ後にこの糸を変えて黒のを2本取りにして、よく分かるかな、ここは細編みなんですけどここはメリアス細編みというか、棒編みのねメリアス編みに見えるような編み方で編んでみました。どちらとも細編みでも全然大丈夫なんですけどメリアス細編みをするとちょっと編み地が分厚くなってね丈夫になるので本当はこの側面もメリアス細編みで編むともうちょっとしっかりする、まあ、2本取りなのでだいぶしっかりはしてるんですけどもうちょっとしっかりする編み地になるんですがちょっとね腕がね疲れちゃったり手が指が痛くなっちゃったりするのでこの下は7段で楕円を編んだ後は、何段だっけ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12段は普通の細編みをしています。で仕上げで黒に入れ糸を変えて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12段編んでいます。で最後に引き抜き編みを1周ぐるっとして今持ち手が片っぽはできたところです。もう片っぽを仕上げながらねお話をしていこうと思います。前回のね編んだ模様編みを入れて編んだバッグをちょっと持ってきました。はい、こちらは1本取りで編んでいます。1本取りで作る編み方は一緒ですが、7段楕円を仕上げた後に細編みを何段やだっけな4、5、6、7段やって細編みを1、2、3、4、5段入れた後に模様編みを入れて細編みを2段入れて引き抜き編みで仕上げているバッグになります。こうやって見比べても分かるように
作り目も楕円の編み方も一緒なんですが、2本取りだとかなり大きくなって編み地がしっかりします。1本取りでもね全然問題はないんですが、普通にねお財布とか携帯とか入れてお出かけする分には全然問題ない強度はあるんですが、2本取りにした方がよりねしっかりする感じがします。そしてこの横長長方形にしたかったので、この段数を前回の模様編みのバスケットバッグよりはちょっと段数を少なくして、より横長になるように編みました。はい、で今取っ手の部分の取っ手の部分です、持ち手の部分の持ち手の部分は全て1本取りで編んでいます。はい、こちらに鎖編みを120目したものを通して20にしています。はい、こちらを作り目60目で細編みした作り目が60目で5段細編みしたものを今スチームを当てて綺麗に形を整えてから、とじ針を使って閉じていきます。これは昨日のね仕事が終わってちょっと家のことをパパッと済ませてから編み始めて、だからまあ本気を出せばねすぐ編めるんですけど、かぎ針編みのものを編むのはね結構早く編めるんで、頑張れば1日で編めるんですけど、まあなんせ日本撮りのバッグを編むのはかなりね腕と指にね負担がかかってくるので、編み始めるまでがねなかなか腰が上がらないというか、編み始めるまでが結構時間かかっちゃったんですけど、編んでしまえば編み始めてしまえばね一気に編み上げちゃうので、かなりね1日というかまだどうかな、まあ、1日かかってないか、すぐ編めるんですが、ちかちゃわちゃわちゃしてるな。ちょっとね後でこれが出来上がったら紹介するんですが、購入品もねあるので、もうそろそろねエコアンダリアの時期で、皆さんもねエコアンダリアで何か編みたいなと思っている方とか多いと思うんですが、私もねちょっとエコアンダリアの在庫を引っ張り出してきて、今ねどれぐらいね在庫があるのかを確認してからエコアンダリアの購入をしました。買ったのはね1色だけで10玉一気にねまとめて買ったんですが、またねこれでいろんなね、これは2色使ってるんですけど、もっとシンプルにするには1色でやってもいいし、ここをね赤いエコアンダリアを使ったり緑とか青とかで色を変えてあげてもね可愛い
バスケットバッグが編めると思います。今回はね結構急いで編んだんですけど、ちょっと丁寧には仕上げて丁寧に編んだつもりではあるので、これはねどうしようか、自分で使うか、まあプレゼント用にするかフリマアプリでね販売でき、フリマアプリで販売しようかなと思っています。はい、一応ね YouTube の説明欄とか概要欄説明欄にリンクを貼ってるんですけど、一つだけ一つのねアプリフリマサイトでちょこちょこね販売も始めているので、まあ興味のある方がいたらねちょっとだけ覗いてみてください。まだちょっと全然出品が大量に出品はできてないんですが、徐々にねちょっとずつ準備をしてアップしていきますので、はい、この持ち手はこの編み方、持ち手の付け方が好きで、このとね、私はバスケットバッグを編む時には、最近はねもうずっとこの持ち手の付け方をして、編み方をねしています。本当はねこうもう続けて編んで持ち手をつけてしまってもね、しまった方が手間がかからず楽なんですが、やっぱりね、こう、なんていうのかな、こう倒れる感じ、折れるというか、この感じが好きで、この持ち手の付け方を最近の私のバスケットバッグでは使っています。こうやってね、閉じたりね、別のね。別で編んでこう、まあ手間がねすごくかかってしまうんですけど、持ち手がね、バスケットバッグは持ち手がね可愛いですねって言ってくれる方もいるのでね、では持ち手を仕上げていきます。はい、完成しそうです。こちらの持ち手をつける時のコツはですね、この閉じていく針につけてるやつをあんまり強く引っ張りすぎないようにしないと、これがねここが摩擦でボロボロになったりしていくので、こうずらしながらあまり強く引っ張らないようにして閉じていくのがコツです。私もね何度かね引っ張りすぎたりね、ずっとこのここに負担がかかってる部分をこうずらしていかずに、ここがボロボロになってちぎれちゃったり何回か失敗したんで、そこは気をつけながら閉じてください。はい、これで裏側に糸始末をして通して、失礼しました。昨日のねお昼ぐらいから編み始めたんですけど、結構ね一気に編んでしまいました。はい、ここでですね、サイズはカットがいいか、ち
っとサイズを測ります。サイズを測ります。完成品のサイズですね。ペタッとした時に、40センチ、そこまでの、そこまでが20センチ、40の20なんで、まあこの幅は縦の幅、横の幅に対しての縦の幅が半分ぐらいという形になりますね。はい、そこの、そこはだいたい34センチぐらいになります。はい、これで一つバッグが完成です。なんかこれをアレンジしていろいろできると思うんですよね。一色のテコアンダリアで編んだり、この2色で編んで、黒を底の部分に持ってきて、このベージュを上の部分に持ってきて、取っ手をベージュにしてもいいし、こう赤とか緑とかカラフルな色をに変えて、バッグにしてもいいし、もうちょっと横長じゃなくて、もうちょっと普通の、もうちょっと深さのあるバッグを編むんだったら、これをもう少し編み広げて、だから30センチ、40の30ぐらいにして編んでもいいしっていう感じですね。材料は、使った材料は、こちらが169番の色が、全部で4玉、2本取りなんで4玉と、こちらが3玉、2玉とちょっとだけ使いました。あと1段とか減らダメだな、多分取っ手があるからダメだ。やっぱこっちは2玉とちょっと使ったんですよね。3玉買うとかなり半分ぐらいは余る感じ、 2.5 玉ぐらい使ったので、全部でだから 4、5、6、6.5、 全部で7玉、 6.5 から7玉あったら、こんぐらい、これこんぐらい、これぐらいのサイズのバッグが編めます。また1本取りにするのであれば、2玉2玉ぐらい、4玉ぐらいあれば多分いけると思います。これは多分4玉1本取りで編んだバスケットバッグは4玉使っていますね。こちらはで、今編み上げたのは、ちょっと編み地をねしっかりさせたかったので2本取りにして編んでいます。持ち使ったのは8号、本体が8号針で、取っ手の部分は1本取りなので6号針を使いました。テコアンダリアが 6.5 玉、7玉ですね。でもやっぱ半分って買えないから、やっぱ7玉になっちゃいますよね。もうちょっと作り目を減らして、もうちょっとコンパクトにして、高さもする低くすれば6玉ぐらいで編めるかもしれないです。でも私が編んだこのサイズ、40センチの20センチ、ペタッとした時のサイズですが、40の20の幅の2本取りのやつであれば、4玉、3玉ぐらいで編めました。はい、何かの目安になればいいなと思っています。はい、次は購入品を紹介します。はい、購入品を持ってきました。今回はね、ちょっとまとめ買いをしたので、1箇所、2箇所、3箇所でまとめ買いをしています。はい、まず最初に先ほども言ったようにエコアンダリアをちょっと10玉まとめ買いしました。 Amazon で買いました。まだね、何を編むかは考え中なんですが、バスケットバッグの、まあ、
をいろいろ編み方をねちょっと変えたりして編んでみようかなと思っています。はい、買ったのはエコアンダリアの一番人気の色だと思います、23番の糸です。こうやってねまとめて買うとね、ロットもピーピーと、ロットがピー、ロットがピーってやって、ロットがね合うので、エコアンダリアはロットが違うとかなり色が違うので、そこを注意して買った方がいいと思います。あつここ、1箇所で買って、あと1個足りなかったって言ってまた違うちょっと近所のお店とかで買っちゃうとロットが違ったりするので、ロットが違うと色が、まあ、かなり違うので、もう同じバッグを編んでてもこうくっきり色が分かるぐらい違うので、エコアンダリアは必ずロットが同じものを買った方がいいと思います。私はいつもね、何かを、私の悪いところはこれを編むって決めてから買うんじゃなくて買ってから決めるので、それがね良くないのかなと思って、多め多めに買ってしまうので、まあ、これぐらい あったらバッグが一つできるだろうとか、これぐらいあったらばブランケットが一枚編めるだろうとか、ちょっと多めに買ってしまうので、今年からはなるべく編むものを決めてから糸を買うようにしていこうかなと思っています。まあ、これはねもうこの夏に向けて、これからの季節に向けていろんなバスケットバッグだったり、もうちょっと違うバッグだったりを、バッグだったり小物だったりを編んでいきたいなと思っています。はい、こちらがエコアンダリア一番人気色の23番を10玉購入しています。はい、次はやわらかラムの、やわらかラムの単色を3色2玉ずつと、やわらかラムシードというこのネップの入った糸を今買いました。これは今ちょっと頼まれたものを編んでいて、試し編みをしている時に4玉だけも在庫で持っていたんですけど、あ、これは足りないっていうことになって、ちょっと買い足した感じになります。もう多分ちょっとロットとか違うとは思うんですが、まあ、これはねこれでちょっと今試し編みをしているものがあるのでちょっと買い足したという形になります。はい、こちらは、柔らかラムの可愛いピンクと、これ何だったかな、なんて言ったかな、まあ、黄色と緑を買っています。近所にあるパンドラハウスさんにも柔らかラムは置いてあるんですが、この3色はないんですよね。この黄色じゃなくてもう1個の黄色はあるんですけど、この緑もこれじゃない、もう一種類の緑があって、柔らかラムもいろんなカラーフル、カラーバリエーションが豊富なんですが、近所のパンドラハウスにどうしてもこの3色がなくて、まあ、本当は目当てはこれが糸が足りないから買いたかっただけなんですが、まあ、送料のこととかもあるので、それでパンドラハウスにない3色を買ってみました。はい、これはまだちょっと私の悪いところで何をするかはまだ決めていないんですが、ね、何か編むものを決めてから買えばいいのにっていつも思うんです。これはちょっとかわいいな、この色かわいいなと思って買ってみました。多分ね小物とかだったら編めるので、これで何かを編めたらいいなと思っています。こちらの柔らかラムのシートで編んでいるものは次の動画の、試作品を編んでいるので、まあ、次の動画でご紹介できると思います。はい、もう一つこれがねこれはね、この時期
常にこれっていう感じはあるんですけど、はい、はい、こちらですね、大好きなだるまの糸のポンポンウールになります。これですね、ウール 99% ポリエステル 1%、まあ、ポリエステルっていうのは多分このポンポンのことだと思うんですけど、 30g 42m の糸で、色番が7番ですね。グレーにからし色みたいなポンポンがついている糸です。これはなぜ買ったのかというと、この季節に、これも試作品を編んでいる途中で、私が一番好きな糸はだるまさんの糸が一番好きなんですけど、これもだるまさんの糸、これもだるまさんの糸なんですけど、まあ、買った店は別なんですけど、これも今ちょっと試作品を編んでいて、これはなんか YouTube の動画にできそうだなっていうのが編めそうだったので、本格的にね編み始めているやつです。まあ、今からの季節には全く向かないね完全なあったかあったか系のウールの糸なんですけど、これもねちょっとやり始めてしまったので、これもなんとか形にしてね、いこうかなと思って、まあ私は夏でも冬でも秋でも春でも夏でも秋でも冬でも一年中ウールを編んでいる人なので、はい、今回の購入品はちょっとまとめ買いをしたんですが、エコアンダリア、まあ夏はねエコアンダリアをいっぱい編みたいんですけど、結構ねいいお値段、一玉もねいいお値段もしますし、そんなにねいっぱい購入でき、低予算に済ますには、まあ、そんなにいっぱいは買えないので、まあ、今回は、まあ、在庫の糸がまだエコアンダリアは何色か何玉かあるので、それを使ってこの夏はいろいろなものを編んでいくのと、あとはこちらの柔らかラムのシールを使って今試作品を編んでいるので、それをまた試作からね本番の編み物ができるようにやっていくのと、こちらもポンポンウールを使って今ちょっと考えているものがあるので、そちらも編んでいくというのをやっていきたいと思っています。さあ次刺し子とかもやっているので、刺し子の動画もちょっとずつ上げながらやっていこうかなと思います。はい、今日はまずこの昨日からね、昨日の夕方ぐらいから編み始めて仕上げてしまいましたというバスケットバッグと購入品の紹介でした。はい、はい、これ、はい、また次の動画でお会いしましょう。